防番領主セバスティアン・ルプレストルは、フランス国王類14世に仕えた17世紀に、活躍した、フランスの軍人、建設技術者、建築家、都市計画家、軍隊技術者の中で最も有名な人物として知られる。150の戦場の要塞を建設あるいは修理し、53個の城塞包囲攻撃を指揮したと言われる。 近代的な両方式の要塞の追記法を体系化し、落ちない城はないと言われたほどの要塞工場の名手であった。建設した要塞のうち12カ所は2008年にボーバンの防衛施設群として世界遺産に登録された。1633年、フランス・ブルゴーニュ地方のサンレジェ・フォーシェレという小さな田舎町の貧乏貴族の家に生まれた。十歳の時に孤児となり、 農村社会での極貧生活を経験したが、幸運なことに、カルメル海の保護を受けて、スミュールアンの嘘は似て高等教育を受ける機会が得られ、数学、気化学、理学など後の業績につながる知識を得ることができた。17歳で、コンデ月ル類2世の軍隊に入隊し、フロンドの乱に将校として参加する。その働きぶりが、 コンデコーの目に留まり、要塞の築城を任されることになった。しかし1653年にボーバンは国王軍に捕らえられ、マザランの取りなしで、ルイ14世に仕え、デュレンヌ元帥の連帯に配属された。こうして、今度は、自らが築城した要塞を自ら攻略する立場となった。フロンドの乱とそれに続く、フランススペイン戦争が1659年に、 集結するまでの間、ボーバンは10回の後為戦に参加。グラブリーヌの後為戦では、技術士官団長に任じられ、たびたび負傷した。この間、1655年に王室自重技術館に任命され、当時著名な軍事技術者であったルイニコラド・クレルビルに支持する。またこの時に歴史ある、ピカルディ連隊の中隊に配属され、軍事工学の専門家として勤務することとなる。 同時期に、いとこのジャンヌドールネへと結婚している。和平後は、ダンケルクをはじめとするフランス国内の防衛拠点の築城に従事する。以後、傍番は平時においては、要塞の築城、ルイ十四世が行った一連の領土拡張戦争においては、敵要塞の攻略を任されるようになっていき、生涯にわたって五十三の行為戦と三十三の築城を行い、また運河や、 水道橋も手掛けている。ネーデルラント継承戦争ではデュエ、トゥルネー、リールなどを攻略。さらにオランダ侵略戦争では、ナイメーマーストリヒト、トリーヤ、ブザンソン、ヘントといった重要な行為戦を指揮した。オランダ侵略戦争終結後は、築城最高責任者に就任し、一連の戦争で、フランスが獲得した領土における防衛体制の整備に当たった。 特に、平地の連続するフランドルでは防衛のため要塞が必要と考えられ、ボーバンはダンケルクからディナンに至る第一戦要塞軍十五カ所と後方の要塞軍十三カ所の築城を指揮した。オスマン帝国による第二次ウィーン包囲に乗じて、フランスがスペイン領ネーデルラントに侵攻した際には、ボーバンは六百八十三年に、降陸百八十四年に、 ルクセンブルク氏を攻略した。大同盟戦争ではフィリップスブルクやナミュールの行為戦を指揮した。この頃までにボーバンは当時確立していた軍事技術と自らの実戦経験を合わせて要塞工場法と要塞追記法を確立した。工場法としては1673年のマーストリヒト行為戦で平行号をアウクスブルク同盟戦争では 行動戦や飛べ飛射撃を導入した。追記法としては、以下に述べる第一方式から第三方式と呼ばれる基本設計を体系化した。生涯で新たに基礎から築いた要塞が37箇所、改修に携わった要塞が300箇所、攻略した要塞が53箇所とされている。百七十七年に陸軍大臣、ルーボアと財務大臣、 コルベールの親友として、要塞総監に就任する。1703年1月14日に、フランス元帥に除せられる。同年、要塞行為論を表す。だが、スペイン継承戦争では、ボーバンが築上した要塞が攻略されるケースもあり、批判を受けることもあった。また、同時期に執筆した要塞防御論は、カンバシー評価を得られなかった。バンは、農林業や、 金融政策、植民地経営などに関する著作も残している。またフランス科学アカデミーの名誉会員でもあった。1690年代にはフランス各地の国勢調査を推進し、フランスのウィリアム・ペティともあだなされた。彼はまた都市計画家として、ヌフィコール・ブリザックのように自分で生み出した新しい街を計画した。他には内部を5番割にしたパターンの最初例である。 アラス、1679年のロンビー、1680年のザール類、1679年のユナング、1681年のモン類、1692年のモンイコールドー、ファンなどがある。一方で檻に触れて建築家として、リールの司令官邸、教会、造兵省やジグエ、プリアンソンの教会などの単独の建物も設計し、オーネやユッセの城も修復した。 建築家としての長所が最も評価されるのは、オレロン、プラブリンヌやバイオンヌの類壁のマッシブな簡潔さで、あり、列中、エンタブラチュア、トロフィー、彫刻したハメ板で豊かにしたリールのパリモンのバロック的華麗さ、モブージュのモンゲートの単純な壮大さまで、範囲の広がるモニュメンタルなもんである。これらにおいて実力が、同時代の建築家リベラルプリエアントフランソは、 プロンデルなどが成し遂げた高貴な厳格さと壮大さに接近したと見られている。ボーバ番はルイ14世の先兵となって働いたが、同時にルイ14世の政策を批判もしている。1685年のフォンテーヌブローの直例には特に経済学的な観点から反対した。1707年には課税の平等と仮想民の負担軽減を説いた王室の10分の1税を表す。 同書は、重能学派の先駆的業績として知られているが、ルイ十四世はこの書に起こり、文書を命じたという。同年、パリにて死去した。遺体の一部は、現在もオテルでザンバリットに安置されている。ディール要塞ヌフブリザック軍人技術者としての、傍ンの素質は、新しい方法の発明より、むしろ伝統的方法を使用して合させた、気略重王の点にあったと言われ、 その巧妙さは、ピレネー山脈の門類、そしてサボヤ広告領にあるモンドーファンやケーラ城のような困難な場所においてよく発揮されている。手がけた要塞のうちで最も有名なのは、リール要塞、モブージュ要塞、そしてヌフ・ブリザックである。彼の要塞のいくつか、とりわけ、論理は1914年から1918年の戦争に至るまで、 効果的に軍用として用いられた。中世までの石積みで背の高い城壁はルネサンス期に工場砲が出現すると格好の射撃目標となった。工場砲の威力を減災するために城壁は背が低く厚みのある土塁へと変化していった。一方で防御側としても同時期に登場した銃の威力を活用し攻め寄せてくる敵に十字砲火を浴びせられるよう 視覚がないように城壁から外向きに突き出した両方が気づかれるようになった。こうして両方式城郭が発達していった。防板式要塞は両方式城郭の完成型とも言える。傍板の追記法はそれまでにフランスやイタリアで定着していた方法と比べ独創的なものではない。ただし、それらを精緻な体系として作り上げたことに傍板の功績がある。 1680年以前の防板の追記法は第一方式と呼ばれ、基本的には当時の標準的な方式である。典型例はザール類で見られる。両方の先端部同士の間隔を約300メートルに設定し、要塞全体の形状は先対称の多角形とされた。両方と両方の間にはラベランと呼ばれる本体と分離した防御施設が置かれた。 1682年のベルフォールの築城以降、採用された第二方式では、ワ腕の経験に基づく改良が取り入れられている。まず両方を二重式にして、外側を本体と分離し、外側が攻め落とされても交戦を続けられるようにした。ラベランの内側に設置される、オウホも強化された。1698年のヌフィコールブリザックの築城で採用された、 第三方式ではラベランも二重化された。このようにして重心性を高めた堅固な防御システムが完成した。五両角末期の星型用細胞板以降のフランスでの要細追記は必要性に基づいて進められたものであるが国家財政にとっては重い負担となった。負担は国民に負わされ、やがてフランス革命につながっていく。だが皮肉なことに フランス革命戦争では、これらの要塞は旧式でありながら、国境の防衛に改めて効果を発揮した。しかしナポレオン戦争の時代に入って、軍隊が国民軍として大規模化し、兵艦や通信の機能も進歩すると、要塞の重要性は低下した。ナポレオンは多くの場合、敵要塞は予備部隊に任せ、自らは、 主力部隊と共に要塞を無視して敵地奥深くへ侵攻した。台仏大同盟軍も同様の戦略を取ったので、ナポレオン戦争中は工場戦はほとんど行われなかった。こうして要塞はコストがかかる割に戦略的には補助的な位置づけのものとなった。その後、野方の射程が伸びたことにより、中心都市そのものの周囲を両方式の城郭で覆うのではなく、 中心都市から一定距離を置いた地点に小型の防番式要塞とも言える保類を複数築き、そのネットワークをもって中心都市を防衛するという考え方が主流となった。日本においては江戸と台場はこの関係にあると考えられるが、幕府の予算不足のためネットワークは未完成に終わった。函館と五稜郭も この関係にあるという考え方もあるが、五稜郭はこの目的の城郭としては古い形式である。20世紀に入ると永久な不動産ゆえ柔軟性がなく莫大なコストがかかる要塞は時代遅れとなり、いつどこでも都合のいい場所に作れる野戦地区が主流となった。日露戦争においてはロシア軍が構築した重厚な要塞は当時出現した。 機関砲と併用することで絶大な防御威力を発揮した。それでも、マジの線のように、残壕線と同規模のものを永久要塞の手法で建造するという野心的な試みもなされたが、無用の長物に終わった。ただし、海岸砲台については、その特性上艦砲に比べて有利であったので、有効な防衛施設として機能した。なお、防番が建設した。 防衛施設群は2008年に世界遺産に登録された。自身の築造理論は、都に有名で、彼の改装録、全建築家の遵守すべきいくつかの禁言集は、完全な建築論として表され、1968年には、GA ロートロックによる英訳版が刊行された。ルーズ・フォーティファクシャンズレボ版 AU パトリム版、モンディアルデール。 ユネスコダンレモンドジュ7 1 0 a 2 0 0 8ドゥーズサイツでボバンクリセイ英雄パトリムワンモンディアルで L ユマニテダンレフィガロジュ80へ8 1 0 a 2 0 0 8榴弾の破壊力を柔軟な土イで吸収させるためまた爆発直後のしぶきが兵士を傷つけることを防ぐことが可能ありがとうございます